2人で世界タッグを狙っていこうねという小橋エース。そしてさらには小橋、このジャンボ鶴田の三冠王座を狙いたい、そのために今後のシングル戦今シリーズ全勝でいきたいというふうに話していました。キャリアが欲しい、実績が欲しい小橋健太、しかしそれを一つ一つ作りつつあります。さあ石破空がロープを巧妙に使っている。そして上半身顔面にパンチ、いや眉間のあたりであります。そして右足でやりたい放題、石破空やりたい放題だ。2位クラッシャー行きそうだ、膝砕き、文字通り膝砕き。飛ばし必死であります。しかしもうこれまででしょうか、死んでほしくない。今場外転落、ジャンボだ、2メーターの2クラッシャーか、いった、スクエアが生まれた。本部席の机に大きな穴、小橋健太を回す左を、己の足を抱え込む鶴田は静かに、鶴田は静かに引きずり込む、泥沼に引きずり込むような感じだ。さらにリングに押し入れる、徹底的に破っております。ご覧の机、そしてボディスラム、ゆっくりとゆっくりと真綿を締め付けるように。今度は何だ、うわーっと、てこの応用。15分経過、もう馬場さん、小橋がこれ7、8分ぐらい膝だけを痛めつけられてますね。こういうとこがね、小橋とエースのそのコンビネーションの悪さといいますかね、あの先ほどジャンボに取られました技なんかでもエースがその痛さを知らないわけですよね。ですから逃れるんじゃないかというような考えを持ってますから、セーブには入らなかった。これなんかでもやっぱりエースが中へ入ってって助けてやらなきゃいけない。